ミカリ・シゲルは、日本の実業家。株式会社グッドウィン代表取締役社長。福島県出身。福島県立富岡高校卒業後、陸上自衛隊に勤務。その後、霞やレッドロブスタージャパンを経て1995年に、コンピュータゲームメーカーの株式会社アトラスへ入社。その後、アトラスの SC 事業本部長などを経て2005年。 代表取締役社長に就任し、アトラスがインデックスホールディングスへ吸収合併されることに伴い副社長に就任。2010年9月よりロッソインデックス代表取締役社長となったが、2013年のロッソインデックス会社売却し退任。株式会社 IGR の CFO に就任。優化証券報告書米ドラマ。 妖怪キング県内撮影県出身者も出演へ、ありがとうございます。